セルビア義勇神衛隊は志願性による準軍事組織であり、ユーゴスラビア紛争の期間中、設立者のジェリコ・ラジュナートビッチの指揮下で戦闘に加わった。セルビア義勇神衛隊の構成員らは、トラ、あるいはアルカンのトラと呼ばれ、クロアチア、ボスニア・ヘルセゴビナ、コソボでの戦闘に従事した。 新衛隊は1990年10月11日にサッカークラブレッドスターベオグラードのファン組織ディリージャセバーから集めた志願者20人によって発足した。最盛期には1万人を超す兵士が属していたと報じられている。新衛隊の司令部と訓練地はエルドゥト及び東スラボニアにあった。新衛隊はクロアチア領内で セルビア人住民が多数であった地域で設立された、クライナセルビア人共和国の通常戦力として、従事し、同地域の領土防衛の任務を負っていた。セルビア義勇親衛隊は1996年4月に、公式に解体された。指導者のジェリコ・ラジュナトビッチ以外では、ラジュナトビッチの右腕として知られる、ネボイシャ・ジョルジェビッチ、ミロラド・ウレメクラがいた。 親兵隊の兵士らは、1998年に、コソボで、アルバニア人が独立を求めて、反乱を起こした際、ユーゴスラビアの軍や警察軍に加わるよう命じられ、コソボ紛争に参加した。ジェリコ・ラジュナトビッチは1997年に、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷から、セルビア義勇親兵隊の指揮官として、各種の人道に対する罪、ジュネーブ条約違反や、 戦時国際法への違反の容疑で訴追された。その中には、1992年のビーエリナおび、ズボルニク、ズボルニクにおける、民族上界の参加も含まれる。旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷はまた、およそ70人の母主ニゃク人の男性が、アルカンの指令の下で、サンスキ、モスト近辺で1995年9月に、殺害されたことを挙げている。 ありがとうございます。